名古屋市交通局2000系大阪市交通局3001系和製 PCC カーは日本の路面電車向け電車のうちカルダン駆動方式や間接制御、ドラムブレーキなどの技術を用いち1950年代に製造された車両の総称アメリカで開発された高性能路面電車である PCC カーに触発される形で開発されたという経緯が名称の由来で 騒音や振動が大幅に抑制されたことから無音電車とも呼ばれた。この項目では、ライセンス契約の下で PCC カーの技術を正式に導入した上で製造された日本唯一の路面電車車両である都電5500型についても触れる。東京都交通局5500系第二次世界大戦終戦後混乱期を乗り越えた日本の路面電車では、 旧来の路面電車に代わる新技術を導入した車両の模索が行われ始めた。その中で大きく注目されたのがアメリカで開発された高性能路面電車である PCC カーであった。防振ゴムを用い騒音を抑制した男性車輪、同じく振動や騒音を抑制する効果を持つ直角、カルダン駆動方式、スムーズな加速や減速を実現させた多段制御、 足踏みペダルを採用した運転台からの速度制御、電気ブレーキやドラムブレーキなどの制動装置など様々な新技術を取り入れた PCC カーは主要な導入先となったアメリカ合衆国やカナダ、メキシコのみならず世界中で脚光を浴び、戦後は各国で PCC カーの技術を用いた車両が次々に生産されるようになった。日本も例外ではなく、 都電を運営していた東京都交通局は PCC カーの特許を有していた TRC とライセンス契約を結び1954年に本格的な PCC カーである5500型を導入した。だが、運転方式や制御装置、制度装置など、旧来の電車との差異が非常に多く運転や保守の面で不評を買ったことに加え、当時の技術では、 多くの部品が国内で生産できず輸入に頼る必要があったこと、ライセンス量が高額だったことなど様々な負の要因が重なり、さらに5501の製造自体もその過程で生じた問題から1年ほど遅れた。その結果、日本において正式なライセンスの下で PCC カーの技術を取り入れた純正 PCC カーはこの一両のみとなった。一方で、 騒音や振動が少なく高性能な PCC カーに搭載された新技術は都電以外の路面電車事業者の関心も集め、1950年代以降直角カルダン駆動装置や男性台車、発電ブレーキなどを搭載した路面電車車両が日本各地に登場した。特に六大都市で路面電車を運営していた公営事業者は無音電車企画統一研究会を立ち上げ、 そこで定められた統一仕様に基づく車両が多数導入された。これらは TRC からのライセンス契約の下で製造した純正な PCC カーではなかったが設計において多大な影響を受けたことから無音電車という愛称に加えて和製 PCC カーもしくは単に PCC カーとも呼ばれた。以下、都電5500系電車を はじめ TRC とのライセンス契約のもとで生産された純正 PCC カーと日本で独自に開発、設計された和製 PCC カー無音電車の相違点を中心に解説する。北、アメリカで製造された純正 PCC カーの多くは中端にループ線が設置されている路線条件から運転台が 片側のみに設置された片運転台車両であったが、第二次世界大戦後の時点で、日本の路面電車のほとんどは、両運転台かつ、車体両側に扉が設置されており、5 5 0 1や無音電車についても、同様の車体を有している。大阪市電3001系の運転台北、アメリカをはじめ、世界各国に導入された純正、PCC カーは、 速度制御に運転台下部に設置された足踏みペダルを使用しており、5 5 0 1も製造当初はこの方式を導入していた。だが、主管制御機を導入していた他社と運転方式が異なることが乗務員からの不評を呼び、1960年にハンドルを用いる従来の方式へと改造された。それ以外の都電5500型をはじめとした。 無音電車についても足踏みペダルは導入されていない。純正、PCC カーの特徴の一つが、車輪のタイヤと輪心の間に、防振ゴムを挟むことで、台車が主な発生源となっていた騒音や振動を抑える、男性車輪であった。無音電車と呼ばれた名古屋市電、大阪市電の車両をはじめ、日本でも多数の採用例があった一方、西日本鉄道のように従来の、 鉄製鋳造車輪を用いた車両も少なからず存在した。従来の路面電車車両で用いられていた駆動方式である吊り掛け駆動方式は構造が簡素である反面、台車の重量増加や騒音、振動の多発などの問題を抱えていた。そこで純正、PCC カーは台車枠に電動機を車軸と直角方向に固定し、自在継ぎ手や、 ハイボイドギアを介して動力を伝達する直角カルダン駆動方式を導入した。和製 PCC カーにおいてもハイボイドギアの代わりに曲がり若さ歯車を用いるなど PCC カーの技術とは異なる形で直角カルダン駆動を導入した事例が多く、他にも電動機を車軸と平行に配置した中空軸平行カルダン駆動方式や WN 駆動方式などを用いた車両も存在した。一方、事故で述べる間接制御方式を導入しながらも、駆動方式は従来の吊り掛け駆動方式という車両が和製 PCC カーもしくは PCC カーと呼ばれる場合もあったほか、神戸市電や都佐電気鉄道ではカルダン駆動方式で登場した車両が後年吊り掛け駆動に改造されている。日本の路面電車は 誕生時から長期にわたって電動機へ流れる電流を運転台に設置された制御機を用いて直接操作する直接制御方式と呼ばれる方法が用いられていた。この方式は構造が簡素で応答性に優れている反面、起動時や非常ブレーキを使用する際に車輪の活動やフラッシュオーバーが生じる可能性があったほか、架線の高い電圧がそのまま運転台を通る 危険性もあった。そこで、純正、PCC カや無音電車には、運転台に速度制御用の回線が設置され、下線よりも低い電圧が流れる、間接制御方式が採用され、その中でも電流値を検知して、自動的にノッチを進ませる、間接自動制御が多く用いられた。これにより、従来の路面電車と比べスムーズな加減速が、実現した。 だが、当時の間接制御方式は直接制御方式と比べて応答性が劣っており、非常時の急激な加減速には難があった。さらに、道路環境の悪化により、間接自動制御が持つ高加減速の利点が生かされなくなったことから、後年に直接制御方式へ改造された事例も存在した。また、間接自動制御についても純正。 PCC カーが用いたドラム式多段制御ではなく、地下鉄や郊外電車をはじめとする高速車両を由来とするカム軸式多段制御方式が用いられた。ドラムブレーキが設置された名古屋市電1800系の台車純正 PCC カーでは、騒音の抑制やブレーキ周の不使用などの利点を持つ電気ブレーキや停車直前に使用するドラムブレーキ、非常用の電磁吸着ブレーキが 制動装置として用いられた。無音電車と呼ばれた車両の中では、名古屋市電の車両にドラムブレーキが用いられたほか、大阪市電の車両は、住友金属工業製の電磁吸着ブレーキを搭載した台車が導入されたが、多くの都市の車両では応答性に長けた直通空気ブレーキや非常用の発電ブレーキという、旧来の制動装置が維持された。 熊本市交通局5000系2017年に営業運転に復帰した和製 PCC カーもしくは無音電車と呼ばれる車両の本格的な製造が始まったのは日本の技術を用いて試作された都電5500型や大阪市電3000型が登場した1953年頃からで以降日本各地の路面電車事業者向けに新規軸の技術を採用した電車が多数製造された その中でも特に多くの車両が導入されたのが、名古屋市電と大阪市電であった。名古屋市電における無音電車の導入は、吊りかけ駆動方式ながらも PCC カーに近い、構造の制動装置や男性車輪を用いた1800型から始まり、一部に PCC カーと同様の輸入部品を用いた1900系、その改良型となる2000型と続き、その静音性は市民から、 忍び足の電車と称され、あまりにも静かすぎるため、警笛を大きくせよという批判があるほどだった。大阪市電についても3000型による試験を経て、台車や内装に改良が実施された量産車である3000型が設計され、50両もの大量導入が行われた。だが、一方で、神戸市交通局では故障の頻発や従来車との操作性の違いによる、 乗務員からの不評から、カルダン駆動方式、間接自動制御方式で登場した1150型が、従来車と同様の吊り掛け駆動方式、直接制御方式に改造される事態となった。土佐電気鉄道においても、創業50周年を記念した特別車両として、和製、PCC カーの500型が一両だけ導入されたが、他社と異なる仕様となった結果、 こちらも後年に吊り掛け駆動方式に変更された。さらに、東京都交通局でも5500系の量産車以降の電車は一部を除いて、旧来の吊り掛け駆動方式、直接制御方式が継続して採用されることとなった。やがて、モータリーゼーションの進行により、日本の路面電車は急速に規模を縮小していき、無音電車が多数導入された大阪市電や、 名古屋市電は全ての路線が廃止された。電車自体の心臓数も大幅に減少し、軽快電車の開発プロジェクトが1978年に立ち上げられるまで、日本の路面電車技術は長期にわたる停滞期を迎えることとなった。PCC カーに触発された高性能路面電車車両についても各地の路線縮小に伴い次々に運用を離脱し、 大半の車両が廃車、解体されていったが、鹿児島市交通局、熊本市交通局など他の路面電車事業者の輸送力増強用として譲渡される事例が複数存在した。その中でも後者については2019年現在も一両がラッシュ時の多客輸送用に在籍している。また、半海電気軌道501型についても1957年の 導入以降中空軸並行、カルダン駆動、関節自動制御方式という製造当初の機構を保ったまま2019年現在も全車両が引き続き使用されている。日本に導入された路面電車用車両のうち和製 PCC カーや無音電車と呼ばれた車両及びその導入事業者は以下の通りである。図表のうち事業者欄に記された鉄道事業者名は 導入時のものを記す。ありがとうございます。